夜も見える人です。本日は心霊スポットにお邪魔することはできないので、現地マイクラで再現してみました。まあ、これがどこかと言いますと、どこだったっけ。あ、霞ヶ原の、まあ、どこかしこやと思っといてくださいな。でね、霞ヶ原のとある家の敷き足りで、まあ、ちょっとできたトンネルみたいな感じなんですけど、ね、なんかトンネルがあって、ここになんかね、黒いやつが3つっていうか、これぐらいの大きさのやつがあるの。だから3メートルぐらいのかな。マイクラ1個のブロックが1メートルだから。で、ここの心霊スポットって何が起こるかって言いますと、石がね、カツン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 投げられる音が聞こえます。まあ、例えばけど、こういうのがあったとしたら、どこだ？こうか。そしたら、ズーンって、と、まあ、人に、こうやって、あれ？石消えた？あ、こうやってね、石をね、わーって投げられるような音が聞こえる心霊スポットです。ここはね。まあなんでそういう風なことがある心霊スポットがあるのかっていうと、最初に言った通り、とある家のしきたりっていうのがこのトンネルに関係していまして、まあその、お家柄なのか何なのかわかんないけど、当年だったかな？お年を召したね。ウバステ山とか聞いたらわかると思うんですけど、そういったところみたいな感じで、トンネルにちょっと人柱として人を埋めちゃおうみたいな、そういう、しきたりがあるお家でございまして。で、まあ、なぜそこで石が出てきてくるかっていうのが関係するんですけど、未練がね、残らないようにとか、うん。そういった関係でボッコボコにして、人柱として埋めたみたいな、そういう感じなのが、ここの心霊スポットとしての出来上がりですね。土地とか、まあそういうのに染みついて、石が投げられているような感覚ここに来たら、石がカツンカツンするようなとか、その人に投げられているような感覚とか、みたいなのがあります。あります！で、まあ今現在は、普通に、浄化もエネルギー的にも整ってるんで、まあこの動画を見てね、まあゾクッとしたとか、なんか、うわーみたいな。って思った人は、まあ前世になんかあるんかなっていう感覚はします。でもね、まあ現在生きてるのは自分たちなんで、終わったことなんでね、まあ、大きな声で終わったーって言って、喜んだら多分本当に終わるんで、終わっちゃいましょう。今、生きてるのは自分なんで、楽しみましょう。ね。まあ最後に一個、こうかな。ここにね、今から、ろうそくを置きます。で、そこに、バーって今、黄色人種なんで黄色いブロックを置いています。で最後に、ここに顔みたいなのが浮かんだら、もしかしたら、そのとある家の人がこういった骨格なのかなっていうふうに思えた人がいたら、もしかしたらあなたはすごい、霊的な素質があったり、すごいね、不思議なこととかに敏感なのかもね。じゃあ、はい。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。